ようございます。ベトナムニュースホストの小森優也です。アシスタントの三上奈美です。今日もベトナムをもっと身近におテーマに、経済から生活情報まで急成長中のベトナムの今に迫ります。はい、小森さんが以前グラブバイクの本書いてたじゃないですか。今も販売中の。宣伝してくれんの？宣伝があってここのそのブースにいると反対側がその道路なんで、そのバイクが結構あるじゃないですか。でその前よりもやっぱりその法律がまあ厳しく、例えば飲酒運転とかそういうの厳しくなってきたからか、やっぱ大人数の5人乗り6人乗りっていうのがだいぶ減ったなっていうのと、あとその荷物運んでるすごい量の中国雑技団みたいな状態のバイクも、結構昔よりはこの数年でちょっとずつ減ってってはいるのかなっていう感じがなんかあるなと思って、そこもやっぱ経済に関係あるんですかねと思って。僕ですか？やっぱりいや、なのでそこはやっぱりグラブの本をもう一回読み直した方がいいのかなと。まあバイク持ってる人が、前は一家に一台バイクだったらもっとバイク持ったって持てるようになったってのと、あとバイクで運ぶよりも軽トラ買った方がいいみたいな。で軽トラはバイク維持コストと同じ感じで分割で払えるようなローンとかが出てきたんで、ローン会社とかクレジット会社とか出てきたんで、そっちにも移行してるみたいなあるんじゃないですかね。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。以上本日のベトナムニュースでした。いや違います。ここから本編。ここから？はい。ここから本編本日。はい。それでは本日のベトナムニュースです。ハノイでスーパーチューブハウスが話題に。はい。なんかとある企業がかっこいい家を作りましたってお話ですね。全然伝わんないですよね。なんかね、その自然と共存するみたいなコンセプトで、光と風が入ってくる吹き抜けがドカンドカンドカンとこの家の中に詰まって、3世代が住めて、で周りがファサードが、内側のファサードが鉄できっちりできてて、外側はちょっとセメントブロックの隙間が空いてる、風通りますよみたいな、そんな感じです。はい、リンク見てください。いつもベトナムニュースの YouTube のディスクリプション欄にリンクが貼ってあるので、そこを行くと、ニュースの元記事が見れるので、そこ行くと写真があります。でも今ようやく分かりましたし、スーパーチューブハウスってそのニュース何なんだろうと思ったんですけど、はい、その吹き抜けがあるからこうやってドーナツ型になるっていうのがチューブってことなんですか？なのかね、多分ね。でまあいいよね、そういうなんかね、気持ちいい家はいいですよね。いいですね、特に換気は。そうだね。まあどうなんですかね、中にはそうか、水は入ってこないのが光だけが当たるんですかね。結構そのまんまドカーンって間開けてるパターンもあるじゃないですか。だからちょっとした雨だったらね、心地よいかもしれないですけど、結構ザンザク降ってきた時は、そういう時はピッて閉めるんじゃない、空気は。なるほど、ね、そうですね、こっちのお家多いですもんね。その、ね、あるよね、お店とかでも。なんかモロッコのリヤドとかってそうだよね。真ん中吹き抜けあって、換気を開けてて、で、浮きだけガラガラガラって。いいっすよね、そういう自然の光を取り込んで、はい。以上、本日のベトナムニュースでした。ご質問などありましたら、YouTube、Facebook のコメント欄にてお聞かせください。 MCB からのお知らせ。MCB では最近テレビ以外にも YouTube や Facebook Watch などに力を入れております。また外国人コンテンツをどんどん増やしており、最近ですとですね、私も別の番組に出させていただいたり、ダブルビッシュさんも一日どんな風に過ごすかっていう、なんか、ベトナムの吉本のね、芸人さんですね、はい、出ていただいたりしているので、ぜひ YouTube チェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。それではまた明日。Go and taste. A truly unique review shows about culinary, sporting activities, beauty services, exploring Instagrammable locations or hot places that attract youngsters. Exciting, fun, and enjoyable.